はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト5 MJS 続けやっていきたいと思います。前回ね、このイブールの目の前まで来てやめたんですけど、まあ一回出てまたここ来ますって言ってたんですけどね。そうだね。この状態で多分ね、戦ったら回復してくれるんだけど、スプリンガー仲間入ったりとか、結構レアなもの手に入れてるんで、マジかよ。手に入れてるんで、敵出んのかい。まあ今回あいつをね、ちょっと軽く倒してやろうかなと思うんですけど、これ入り口にさ、あとキラーマジンがいたんですよ。で、その後のラマダは弱かったんで、イブールそこまでじゃないと思うんですけどね。どうなんだろうな。ブオーンの下りがあったからさ。でもあの時またそのレベル的にも装備的にも全然違ったから。ね、ここは確かここだと効くよな、リネルと。あれ？もしかして自力？自力？自力なんだったら倒しちゃう。さあ、アイテム欄圧迫してんのよ。ほら。どうしよう。奴隷の服とかいらねえんだけど。いらないけどさ。いらないけどさ。いや、いらないんだけど。どうしよう、これ。一回これ預けてきたかったんだけど、自分。サスケを預けて、サスケ仲間にすれば一気に全部預けられるんで。もう行っちゃう？そうすると何してるか問題なんだよな。奴隷の服とか結構レアじゃん。キラピアスいらないよ。いくらでも手に入る。よし、じゃあ、アイテム欄1個空いてれば多分、でも、2つアイテム入るな、ここ。どうしよう。安らぎ、魔法の鎧かな？いらないの。だよな、売ってんもんな、これ。じゃあちょっと、どうしよう、どうしよう、どうしよう。このままか。これおそらくさ、おそらく、まあまあおそらくというか回復してくれるよな。だから間違えないように、お願いさせろで。ウガー派とかでしょ？イテツカ派どう使ってきたっけこれ。何や、これでいいや。マヒャデドスを覚えたんですよ。あれ？ほほう、ここまでやってきたとは。その様子では、どうやら、わしの一番の片腕、ラマダを倒してくれたようだな。ゲマより上だったんだね、あれ。わしの苦労の甲斐もなく、伝説勇者などというたわけ者も生まれたらしい。ここまでは、神の筋書き通りというわけか。しかし、それもこれも、ここでおしまいじゃ。あ、こいつワニだね、そういえば。これより先の歴史は、このわしが作ってやろう。馬車来てっからね、もう。さあ、来るがよい。伝説勇者、その一族の者たちよ。そんなん呼ばなくてもね、いいんかわかんないけどね。とりあえず、フバー派の、あれは必要。マヒャデド。バイキルト。これが強い。ね？それでスクルトかけんだけど、パークスにして、ルカに。ああ！まあ、なるほどね。ってこと、ああ、痛恨もちょっとレベル高くなってるな。ってことは、入れ替えで、ここをタバサにして、攻撃の、天空の剣の、ベホマ。これで、ルカに、じゃねえや、こいつめんどくせえな。どうすかな。タバサで、回復だから、これでいいか。攻撃のルカニのベホマラ。あ、効かないのか。じゃバイキルトの方が良かったね。まあバイキルトでも十分だね。もうなんか粋な演出あったね今。タバサでバイキルトだから、まあとりあえず入れ替えて、デボラで。デボラでいいな。はい。かけるかけないで全然違うね、本当にね。どうすかな。
待って待って、デボラでレックスにかけたいんだけど、回復しないといけないから、まあ、アベルは攻撃した方がいいよな。めんどくせえね。3人パーティーってこれなんだよな。回復しなくちゃいけないもんね、だってね。まあ、ここをタバサでいい。で、攻撃の、まあ、フバー派かな。そうなってくるとね。痛恨の一撃が絶対来るからね。防御無視だもんね、どっちみちね。めんどい。だからベホマラ使い2人入れればいいんだよ。だからタバサ、フローラとやって、ベホマラはベホマラの、ね、攻撃でもいいのよ。入れ替えのタバサがベホマラ使うから、ここがデボラにして、攻撃のバイキルトのベホマラ。で、裏で勝手に回復するんでしょ。戦いながら覚えておきゃいいよね。入れ替えで、レックスにして、攻撃の、バイキルトかな。ビテッカードやられちゃうかな。入れ替えの、フローラル、あ、ベホマズン使えんの。まあでも、バイキルト使えないもんね。ベホマズンあったよね。いやー、イブルちょっと強いね。ラマダ、なんだっけ、キラーマジンガ戦は強かったけど、ラマダ戦がもうあっけなさすぎて、ゲマもあっけなさすぎたんで、イブルもあっけないかなと思ったんだけど、強いよ。じゃあ、レックスにしようか。フバハかけときますか。イテツカード来たよね。バイキルト。どこ？待って、ここフローラにして、あー、でもフローラにしてもなぁ。まあ、これの方がいいか。で、イテツカード置くかもしれないから隠せばいいんだよ。アベル。こういう裏も回復したいでしょ。隠せばいて笑えるし。いてつカード来るよ、多分。来たでしょ。入れ替えで、これをアベルにすれば、かかってないじゃん、だって。で、入れ替えで、ここを、レックスにして、タバサがやばいのか、そうすると。もうめんどくせえな、ほんとにね。これで、イテツカ波動が馬車の中まで効いてるかどうかだよね。あ、効いてるわ。あ、倒した。あ、弱え。ちょっと待って、前回に入れりゃよかった。弱くはねえから、通常より強いね。通常150も食らわないよね。何かしらアイテム落とすと思いますよ。だからアイテム欄2つ開けたんだけど。おお、やっぱり。これがこうなることが運命だったというのか。すべては我らが神、大魔王ミルドラース様の予言通り。アベルよ、お前の母は暗黒の魔界。暗黒の魔界。ミルドラース様のもとにいる、ね。ドミグラとか行くかもしれない。母を助けた分は魔界に行くがよい。しかしそこでお前とその一族は滅びることになるのだ。今このわしが魔界への道を通じさせてやろう。 ありがとう。いや、すげえ有能だね。大魔王ミルドラースよ。ここで初めて名前出てくるよ。このわしに最後の力を与えたまえ。しかし何も起こらなかった。リメイクだったらここでゲマ出てくるんですけど、そんなバカな工夫、ね、命のリング。アベルの母のぬくもりがあった。これがさあ、リングを持っていかなくちゃないんだよね。で、これ自力だよね。だから道を覚えましょうね。
この下のさ、トンネルがさ、あれだよね。ちょっとややこしいよね。ややこしやですよね。こことかも気づかないもんね。壁あるとこはいけないもんだっていう勝手な固定概念がある限り、ここは攻略できないからね。ここもなんかいやらしい配置してるしさ。だってここ行けないのにあそこ行けるなんて思わないじゃん普通。ここは出た時にイベントが起こるので、敵出なかったら楽なんですけどね。なんで火が灯るんだろう。とんでもない力持ってる。はい、アベル、アベル、私の名はマーサ。アベル、私の声が聞こえますか。はい、にしとこうか、今回は。あ、私の、この母の声が聞こえるのですね。アベル、大きくなったお前の姿をこの母はどんなに見たいことでしょう。しかしそれは願ってはいけないこと。アベル、魔界に来てはいけません。伝説の勇者といえども、魔界にいる大魔王にはとてもかなわないでしょう。大丈夫、大丈夫、大丈夫。アベル、お前にはすでに可愛い奥さんと子供たちがいると聞きました。誰から聞いたの。この母のことなど忘れて家族仲良く暮らすのに、そんなできるかってね、そんな薄情な子供だったらどうする。母はこの命に変えてもミルドラスをそちらの世界に行かせません。でも母のか、あの覚悟もあるからね。さあもうお行きなさい。すぐそこに可愛い人が待っているはず。さよならアベル。ね、こういう母だに、まあ何でもね、言わない。こういう母にさ、育てられたかった。ふっ!って言われる、そんなことを。実は母に聞かれると。なんで、これってさ、自分の知り合いとかだったらさ、あ、じゃあそれで苦しむんだってわざと言ったりする場がいいからね。なんと、石像の周りを優しい光が包んでいる。フラグじゃないからね、これ。ここはどこかしら?渡したら今まで何を?あら、あなたたちは?なんと、石像はビアンカだった。10年の年月を経て今まさにビアンカが蘇った、ね。コメント欄にさ、自分の本名を書くバカもいっからね、本当にね、ブロックリストに入れたからね。そう、渡したら8年以上も石にされたのね。アベル、助けてくれてどうもありがとう。それから、レックスタバサ、今まで放っておいて本当にごめんね。お母さん、お母さん、こう感動だね。お父さんときこんななんだから、はじめましてお父さんとかだったのにね。アベルを恐れ入りますが、オジロン様がお呼びです。勝った。よし。おう、アベル王。親子見ず入らずのところをお呼び立てして本当に申し訳ないんじゃが、アベル王にどうしても聞いておきたいことがあってな。ズバリ妄想。アベル王は魔界に行かれるおつもりか。はい。それはなりませんぞ。命のリングからもマーサ様の言葉、このわしも人づてに聞き申した。誰から聞いたの。どうかマーサ様を信じてお考えを改めますように。坊ちゃん、いえ、アベロー。おじむ様の考えも分からずでもないですが、私は何としても旦那様、いえ、先代パパ僧様のご意志を継いでマーサ様を助けていただきたいと。そのためにはこの産地をどんなところでもお供いたしますぞ。これピピンだっけ、これ。もうどこにも行かないでください。2対1か。じゃあ行かない。ってことはできないんだよ。これルーラ使えないの、確か。それはできない、それはできない相談なのですよ。ね。ということで、水のリングは預けてあります。預けてあります。あれ?あー、レックスとタバサがいないのか。ちょっと待って。どうしよう。ちょっと待って、一回サスケ預けて、預けたら預かり所にアイテム全部行くんで、手っ取り早いんですよね、まずね。さて、ここそういえばルイダのとこ、ヘンディとかいたりして。いないよね、そんなね。カンダタがいいからね、笑える。ビアンカか。そっか、ビアンカ連れていってもいいな。レックス。はい。ビアンカ連れていくか。多分ギラグレード覚えんな。これ3人喧嘩しないかな、大丈夫かな。だってフローラとデボラいいんだよ。メタルキングのメタルキング鎧を手に入れてんだけど、あれピエールがいたらピエールで、でもいないからいいや、そのままでいいや。ただ水のリング持ってこないといけないね。預かり、あれ?預かり所ここ、なかったっけ?これ預かり所じゃなかったっけ?違ったっけ?ほら。
変な記憶はあるよね。エルフの守りはいるね。装備してたよね、これね。ビアンカのリボン。星フルではいる。危ねえ危ねえ。生きてよかった、タバサ。フローラでもいいけどね。命のリングは主人公なんだけど、満タンだね。まあ、とりあえず、今は。まあ、とりあえず今はね、いいや。で、イブール倒しただけなんで、今回の動画。魔界に行っちゃいましょう。ね、エルヘブンに行くんで、ワンちゃん一刻を争うのだよ。こちらセーブさせていただいて、回収作業までやりますね。そうか、レベルは、そうか、セーブしてないのか、あのままやってたんか。じゃあ、これでシュプリンガーとか、仲間入ったセーブデータができましたね。あと、メタルキング鎧を、メタルドラゴンからドロップした状態がセーブされましたね。キラマジンガーは倒してセーブしたんだよね。ラマダ倒す前だよ、ね。からセーブしてなかったんだ。いや、イブール、いきなりなんかゲマ弱かったけど、イブール強かったよね。ちょっと強かったよね。HP 少なかったキラマジンガーの方がきついよね、あれ。やるかやられるかだよね。待って、メダル王の城に行って、小さなメダルこれで預けられるよね。ミミックとか落としたやつさ、ミミックとか落としたやつは、メダル王のとこ持っていけないんで、テールヘブンに行くでしょ。で、とりあえずパークスとドリーンの呪文使うな無双で行きましょう。もう、火じゃねえや。パークス変えてもいいかな。ギラグレード使えるんですけど。しばらくビアンカが上がるはず。ギラグレード多分覚えるぞ、これ。フローラのベホマズンは絶対使える、あれは。多分違う世界から来たフローラですよけどね、あれはね。ヘンリーとかさ、あら、マリリン、マーリンとマリリンがいるね、仲間に。マーリンはどっかもう野に話しちゃったかな。これも仲間入るはずだけど、シビレンとブリザードが入るはずですけどね。なんでマリンスライムが入るんですかって野暮なコード聞かないでね。これは、これの、はい、魔界の門が、さらっと開いたけど。ベホマズン使えるようになるよ、レックス。そしたらレック、あ、でも、あ、そうだね。ここで優秀アイテムが入るんだけど、まあ、ハッスルダンスがあるからねっていう話なんだよね。はい。アベル、ついにここまで来てしまったんですね。アベル、お前は、この母が想像した以上にたくましく成長したようですね。来なかったらたくましくないと思われてたんだぞ。もう戻れとは言いません。今はただ、あなた方の力を信じることにしましょう。そしてこれが、この母にできる精一杯のこと。はい。頑張るんですよ。ちゃっかりね、用意してるっていうね。おー。あれ？賢者の石。あれ？これは、これは誰に持たせよう。ここかな。はい、魔界に来ました。
まず敵でいなかったらどうしようと思って。おえ、こんなところに煉獄長いる。これ多分あんま効かないな。あ、やはり。じゃあね、パークスは、待って、レックス、パークスでいいよ。作戦、ガンガン行こうぜ。待って、強くね？ギガデーン撃ってもいいんだよ。撃っちゃダメなんて言ってないよ。仲間入っかな。これ1回で入ったりするときあるからね。まあ運次第だけど。大丈夫かな。優秀すぎる。仲間入んないかな。256分の1。来たーとか言う。そうしたら、いや、まんま言うとね、あれ？あれ？ここバズズなんだけどね。やっぱここか。デビルロードがいるのは知ってたけど。ってことはバズズ後で出てくんの？デビルロードも仲間入っかもね。なあ、出てこねえと思ったら今一本とかで出てくるしね。ギガディーンがあんまり効かない。グレートだぜ。ここまで上げても結構きついよね。今行ったらやばいかもね。ザラキ、はい、これでブックマークできました。とりあえず人間になれたんだよ。まあちょっとここぼったくりだからさ、400ゴールドするよね。いやいや、なんか3万あってもなんかもったいない。マスタードラゴン様、大魔王の力が日に日に強くなってきています。このままでは大魔王自らが封印を破り表の世界に。どうしようかな。まず町に入んないで周りから攻めるっていうね。ここにギガントアーマー売ってたね、そういえばね。あれモンスターじいさんか。あれ、あんなとこにじいさんいなかったよね。素早さんじゃねえかこれ。なかったっけ。どうやって置くんだろうこれ。あ、そうだ、自分最近さネタ1個思い出したわ。あいつちょっととっちめる。あのね、すっげえ大事な書類ってあるじゃないですか、人間。例えば、何？車のリコールがありましたとかも大事だけど、で、まあ、なんだろう、これを開けたら金融になりますとか大事じゃねえのとかあるじゃん。だけど、税務関係とかさ、今後のことに関わる書類って大事でしょ。それ違う家に届けられたからね、自分。さすがに人生で初めてクレーム入れたもん。何回か間違えられてたんですよ、自分。それで、名前がそっくりな人いんのね、住所近くに。その人が届けてくれなかったら、自分の個人情報全部その人、それ捨てられたらどうするのって話で、それもう世界に一つしかないのね。だからもう本気でね、いや、ちょっとさすがに今回はまずいんでっていう話しましたね。すげえね、うっせえクレーマーかもしれないけどね。バギムーチョ、そうだ、これ覚えたんだ。ギガデイ。デドス。あいつ防御してね、真ん中。長っ。お前身を守ってて大丈夫だったんだよね。
ベホマズン覚えない？あ、びっくりした。小さなメダル一生懸命守ってたのかと思った。これはいいよね。ジャハンナもそうなんだけど、これでね、忘れちゃいけないのが指輪回収やんないといけない、ね、これでもうあのルーラーでいけますんで、あの指輪外してもいいんですよ。おで、あの命の指輪あるじゃないですか、あれを主人公一人に装備させて、あの戦闘で主人公一人だけにして窓ハンドのところでボタン固定にすると、あの200時間戦うとバグって経験値が1111万1111になるっていうね、バグがありますね。バグなんか多分数字それ最大なんだと思うんだけど、リオグランデ覚えるよね絶対。重要書類だからね、本当に命に関わるぐらいの書類だからね。いや本当に大げさじゃないのよ、マジな話、これマジバナです。あ、炎使わねえな、もう。マジな話、訳してマジバナ。フローラとか装備できる。まあ一番使うのここだろうな。ごめんね。ビアンカさんのお嫁さんビアンカさんなんだけど、ちょっとフローラ使うんですわ。フローラとデブラ使うんですよ。結婚指輪ね。アクセサリー並みにね、アベルはね、これ装備しますからね。自動回復ついてるんですよね。これで、あんま出れないか。ここも出れないの、確か。ねえ、まあ自力だけど、まあね。これでメダル王のとこ行って、メダル預けて、ジャハンナ行って、ジャハンナ回って、今回終わろう。ね、ちょうどいいですよ、時間帯。だからなんか前回のイブル倒してどうなのって言ってたの、そういうことなんだよね。これ預かり状だよね、待て。小さなメダル、お、命の奇妙ある。統一できないんかね。違うよ。あ、ついでにお金も引き出しとくか。待て。これぐらいか。小さなメダルなかったよね今ね。あ、お返ししましょうか。次回はね、あそこ行きますからね、もう乗り込みますからね。まあ最終的な装備品、初めてジャハンナ入りました。はい、ここはジャハンナ、暗黒の国でただ一つの町でございます。まあ、とりあえずアイテムあさり。あ、あそこもあるね。これモンスター爺さんだろ、これ。どうやって来たの？大魔王様は、この町の北、エビルマウンテンの頂きに住んでおられる。あの方は偉大だ。たとえ伝説勇者といえども、あの方の足元にも及ばないだろう。
私は人となった今でも大魔王様を尊敬してるんだと。ビッグボーガンとかあるよね。復活の杖。ここにあんのが、だいぶ前に手に入った。これも売ってんのか。これ、レックスの装備品か。天空の剣より使えるよね。でも天空の剣ってあれだよね。凍てつく波動しかも、これ弱点だからね。こっちの方がいいの。こんなにお金持ってきたのに。まあ、エルフのお守りとか全員に装備させればいいかな。あ、預かり帳あるんかい。あるんか。風の帽子。フローラが上がる。パークスが上がる。上がんね。フローラとドリーン。これ結局誰が、せやね、結婚指輪取られてお下がりもらうってとんでもない扱いだね、ビアンカに対してね。そうか、もうめんどくせえな、これ。頭装備何もしてんねん、30分経ってんじゃん、もう。エルフの守りとかも装備させたいんだよね。葉っぱいらねえかな。やっと頭装備しましたね。これなんか役立つよね。即死無効だっけこれ。なんだっけなんかあるよね。天使のレオタード。デボラが上がる。ビアンカが上がる。ビアンカにこういうのはね、飴と鞭じゃないけど。まあ、あなた、こんなものを買っていただいて、何嬉しいですわ、なんて言わないね。ミラーマ。これでフローラに買ったら、ね、ぶっ飛ばされもんだからね。でも、守備力上がんねえ。買ってあげようか、これ。待って、フローラ推しになっちゃってるね。なんだ、アイテムな、アイテムのかい。フローラだって使うの、ベオマズン使えんだもんだって。しょうがないじゃんね。ビアンカさん、なんでフローラさん大事にするかっていうとね、あなたの命を守るためのね、フローラさんですよ。三鏡の盾。頭装備、ちょっと待って。次回はもう、ね、進もうと思うんで、知力の兜か。これは？お金貯めといてよかったね。違う。ざっと6万ぐらい必要か。あれ？もう、なんだよ、もう。なんで、アイテムがいっぱい持ちすぎだよ、フローラさん。いや。これ、ビアンカも上がるよね。ウロコの盾からこれはねえでしょ。高さが上がったよね。ちょっと待って。ビアンカにも持たせて、お金足んねえじゃん、全然。
3万3000円したよね。いやもうここまでやれば。あんだけ貯めたの一気になくなっちゃったよ。すごいね。タバサとビアンカ。ウロコの盾卒業です。ここで本来だったらこんな買えるわけないんだけどね。それほどやったってことで。ここに来るまでみんなウロコの盾最強だったんだね。はい、ということで。整うところも全部お見せいたしましたんで、次回は仲間入れたり、もう時間余ったら仲間入れると思ったんですけど、ね。エビルマウンテン、レベル50ぐらい推奨なんかな。はい。ということで今回ここで終わりたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、X のフォローしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。